こんにちは、DI 神奈良店長のみくです。はい、こんにちは、DI 神奈良のたくまでございます。さてさて、本日は、はい、スポーツサングラスをご紹介させていただこうと思います。いいと思います。今から暖かくなってきて、走ったりですね。今からの季節、ぴったりのサングラス。はい、ご紹介させていただくんですけど、まずサングラスっていうとあまりこうかけない方も多いと思うので、普段ですね、でそういう方でもレイバンだったり、はい、オークリーっていうブランドはなんとなくこう聞きなじみがあるなという方多いと思うんですけれども、まあ本日はちょっと当店でもこう推してるですね、アイボルというブランド、はい、サングラスをご紹介できたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。一押しです。一押しですで、アイボルってこうどういったサングラスブランドなのかっていうところになるんですけども、こう日本のですね、こうファッションアイウェアを代表するこうアイバンっていう株式会社アイバンがまた別ラインで出してるサングラスになりまして、もっとですね、ファッションだったり、まあ、スポーツ、アウトドアとかも様々なライフスタイルシーンをボーダーレスに楽しむ人たちのためのアイウェアブランドになっております。はい、で、ちなみにアイボル4つ、まあ大きくて4つ魅力がありまして、 その魅力をぜひお伝えしていけたらなと思います。いきましょう。はい、ではまず1つ目のアイボルの魅力なんですけども、アイバンがデザインしているので、で他の、まあ、代表するとオークリーとかすごくスポーツしい感じのデザインになるんですけども、そうですね、もっとやっぱカジュアルにおしゃれに使えるデザインっていうのがやっぱアイボルの魅力になってくるかなと思います。やっぱなかなかこうオークリーだったりの、ちょっと一連レンズがつながったレンズみたいなと、イチローさんとかがよくかけてるタイプですね。まあ、野球選手がこうかけてるみたいなのだと、なかなかこう普段使いがしにくいんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、スポーツの時はいいんですけれども、ちょっとそこから離れた時っていうのはなかなかこうスポーティーすぎて、そうなんですよね、普段着にも合わせにくいっていうか合わせられないですよね。そうです、合わせられないデザインになるので、まあすごくおしゃれなデザインなので、まあ簡単に言うとこれ1本でいろんなところが住んだっていう、ね、ああ街でも街でも本当さっきのスポーツでも、はい、アウトドアでもこれ1本で、やっぱサングラスってあんまりいっぱいかけたい人って、まあ、割と少ないと思うので、そういう方にもすごくおすすめ、これ1本持っておけばっていうデザインが魅力かなと思います。はい、はい、で次2つ目になるんですけども、はい、可変式ノーズパッド、動かせるんですね。ノーズパッドが動かせるタイプになります。なるほど、そうなんですよ。ちょっと寄っていただきましょうか。そうそう、ここになるんですけど、実はノーズの調整が、なるほど、できるタイプになるんで、ちょっと動くんですかね。そうです、動くので、こうかける方のお鼻に沿ってくれる、沿ったような調整ができるので、なかなかスポーツサングラスのタイプでこういったノーズが調整できるタイプってあんまりないですよね。ないので、これが出た時本当にびっくりしましたもんね。そうですね、鼻パッドがこう調整できるとこうずれ下がったりとか、はい、あとまつげが当たったりとか、はい、そういったちょっとお悩みを持った方に結構画期的なというか、部分じゃないかなというふうに思います。そうですね、うん、はい。そして2つ目の魅力になるんですけど、まあ、メイドインジャパンっていうのが大きいのかな、大事ですね、大事だと思いますね。で、メイドインジャパンだから何がいいのか、もちろんこうアジア人の顔にしっかりフィットするようにデザインされてるっていうのと、はい、っていうところもいいと思うんですけど、やっぱ何かあった時のアフターケアだったり修理対応がやっぱり国内のものってすごくしやすいんですよね。そうですね、なんかサングラスって修理してするものっていうよりかは、なんか壊れちゃったら買い替えるものっていうイメージがありますね。ありますもんね、うん、でやっぱ海外製のもの、もちろんそのオークリーだったりもしっかり対応はできるんですけども、やっぱ海外工場になってしまうので、うん、長い時本当に 1、2 ヶ月とかお待ちいただいちゃいますよね。フレームを送ってそうお待ちいただくことになるので、うん、アイボルメイドインジャパンで、まあ、パーツの在庫にもよるんですけど、もう早ければ本当1週間以内とかで修理もできるので、うん、そこもがすごく魅力だと思います。壊れた時にお待たせしないっていうところがいいですね。はい、じゃあ4つ目いきましょう。はい、で4つ目になるんですけども、まあフレームの素材になります。はい、まずフレームの素材として使われているのが、フレーム本体は TR90、 なるほど、哺乳瓶だったり、うん、医療用のカルテとかに使われているも安全安心な材質を使って、あと耐熱性耐久性で超軽量という、はい、もういいとこ尽くし の、 素材を使ってるんですよ。ラバーの部分、まあこれノーズとこのテンプルの部分のラバーなんですけども、内側ですね、内側のこの今黄色いラバーなんですけども、はい、
はい、これ TPE 素材熱可逆性エラストマーっていう難しい、難しいでゴムとプラスチックのいいところを合わせた素材になるので、ゴムのような弾性、滑りにくさを保ちながら、あのプラスチックみたいに熱すると変形させれるんですよ。なるほど。なんで調整、意外と天候、まあ、そう、打ち寄せとかも熱で温めるとできたり、魅力も、それは嬉しいですね。はい、4点目になります。はい、はい、で今魅力をですね4点お伝えさせていただいたんですけれども、値段は、そうなんですよ、この4つの魅力を抑えながら値段が意外とですね1万7000円から2万3000円といって結構サングラスの中だと、そうですね、あのオークリーとあんまり変わらないか、それよりも手にしやすいかもしれないですね。そうなんですよ、手に取りやすいご金額になるので、うん、本当にこの1本を持っておけばっていうところになってまいります。これだと、まあ、街中でも使えるし、はい、こうアウトドアでも両刀使いできるっていうところですよね、うん、なので2本買わなくていいってことですね。そうです、1本で全てがカバーできる、全てを救ってくれるというのは本当にライフスタイルのおすすめのサングラスでございます、はい、それはいいと思います。はい、でアイボルですね、こうサイズ感とモデルが結構いっぱいあって助かりますね。そうそう、すごく助かるんですけども、じゃあどれを選べばいいのかなって結構悩むところだと思うんですけども、はい、なのでちょっとご紹介させていただこうと思います。はい、はい、ではまずこれ1本目になります。お、大きいですね、それサイズ感が、はい、大きいと思いますね、うん、モデルは何ですか？ノイルっていうモデルになるんですけども、はいはい、もう結構男性でもう、うん、私顔がこう大きくてサングラス今までこう選びにくかったんだよねっていう方にはもうこれ一択かなっていうぐらい幅感はしっかりしてますね。確かに、はい、これってあの変更レンズが入ってるモデルと変更レンズが入ってないモデルも両方選べるんですよね。両方選びいただけます、うん、なのでよりスポーツに特化したというか、特化して使いたいっていう方とかは変更レンズが入ってるものを選ばれるといいかなっていうふうには思います。はい、うん、これ大きいから本当に鉢が張った人とかも良さそうですね、はい、かなり描きやすいと思います、うん、はい、こちらは結構先ほどと比べて小ぶりですね、はい、小ぶりです、うん、もう多分 iPhone の中でも一番ちっちゃいのかなと思いますね。サングラスレイファーというレファ2っていうモデルになるんですけども、なるほど、今2と出ましたよね、はい、2というふうに書いてある、はい、まあ、テンプルに書いてあるモデルだけからもう修理が可能になったんですよね。そうです、ファーストラインのモデルが今ちょっと不注意対応が難しくなってきているので、うん、今2って書いてるモデルは全部修理が可能でございます。ですよね、はい、なのでこう修理とかアフターケアも大事に考えてらっしゃる方っていうのはファーストコレクションのモデルよりかそれよりもそれ以降のモデル2っていうふうに書いてあるモデルがいいかなというふうには思います、はい、これ小顔の女性とかも良さそうですね。もうめちゃくちゃいいと思いますね、うん、形もボスリントンと言いますか、まあ、丸っぽいウェリントン型なので本当一番こうカジュアルに描きやすいモデルなのかなと思います、ね、おしゃれ感がありますよね。はい、はい、じゃあこちらはお結構クラシックなモデルですね、はい、これはこれライズ 2XL の方になりますね。 XL とお尻につくと大きいんですよね。そうなんですよ、サイズ感がですね。なんで一応ですねスタンダードラインとサイズアップラインっていうのがありまして、お素晴らしい、そうなんですよ、ライズとさっき僕が一番かけたのレイファーと、はい、ウィンゼラーっていうですね四角い、はい、サングラスに関して言うと通常のサイズと一応 XL サイズっていうのがあるんで、一番最初にノイル大きいお顔の人におすすめとこうお伝えしたんですけれども、はい、その他にも XL ラインも実はおすすめできるのでそっちもちょっと見ていただけたらなと思います。そうですね、はい、これはもうファーストコレクションから出ているモデルですよね、はい、一番ベーシックで定番のもうなんかアイボルといえばライズっていう感じの、結構雑誌でもライズって出てくることが多いかなと思いますね。そうですね、はい、定番中の定番というところでございますでしょうか、はい、はい、では4本目ですね、はい、こちらはモデルにちょっと似てるかも、はい、もうオークリーのフロックスキン
はい、有名ですね。はい、有名で、結構人気の多くの中でモデルなんですけども、はい、それにちょっとこう取って変わるような感じ、はい、もあるかなと思います、ね、で、やっぱフロックスキンだと横のラバーが多くの中でもついてないんですよ、実はオークリーの中でフロックスキン。そうですね。で、結構そこを懸念されてどうしようかなって悩まれる方が多いので、もしもこうれるとかラバーがついてるものがいいなっていう方はもうすごくいいかもしれないです、うん、いいかもしれないですね、うん、両頭使いもいいか、両頭使いできると思います、はい、でもスクエアでこうちょっとガシッとした感じのサングラスがしっかり出るのかっこいいですよね。なんかかっこよさがありますね、はい、このモデルはですね。これも一応 XL モデル、うん、ということで本日はアイボル、まあ、スポーツサングラスについてご説明させていただいたんですけれども、ド定番のスポーツサングラスと違って少しやっぱおしゃれ感も出るので、やっぱ人と違うものをかけたいなっていう方にすごくおすすめのサングラスたちでございますので、ぜひ今後注目していただきたいブランドでございます。はい、はい、これ一本持っておけばもうおしゃれもスポーツもアウトドアもいけるので、はい、ぜひアイボルと一緒にですねライフスタイル楽しんでいただけたらなと思います。では、はい、本日の動画は以上でございます。この動画がいいねと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録、そしてあのインスタのフォローもぜひお願いいたします。お願いします。では、はい、ではよろしければ次回の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。